欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は4月11日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。まあ、新年度もね、いよいよスタートしたというところで、学校の方もね、今週ぐらいからね、全開という感じかなと思うんですけれども、皆さん学校の方もですね、しっかり頑張ってください。特に5、6年生の子はですね、報告書ということで、学校の通知表ね、大事になってきますので、欧州館の先生もですね、学校の勉強をしっかりやってくださいということをね、説明会なんかでよくおっしゃってますので、学校のね、カラーテスト対策とかですね、提出物という学校の授業態度、こんなところをね、しっかりねやってほしいかなと思います。またね、欧州館ノアの方ではですね、新年度ということでですね、先週までですね、ホームページの方で春季講習会やっていきましたけれども、非常に多くの方がね、今回参加していただいてですね、いろいろご質問とかね、お手紙とかいただいたんですけれども、皆さんね、ホームページの方でね、またまだ見れる部分があるのかなと思うので、しっかり復習してですね、また2学期1学期以降のね、これから新年度のね、勉強に役立ててほしいかなと思います。今日はですね、これから1年間新年度を勉強していく1年間のペースみたいなのをね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、特に5、6年生の子、この F テキスト、S テキストですね、この FS テキスト、これが、4冊ありますけれども、これをですね、速習で、やっていただければなと思います。一般的な塾さんでは F テキストを5年生、S テキストを6年生、2年間かけてこの FS テキストをやってるのかなと思うんですけれども、所詮これぐらいはですね、欧州館入試においてはウォーミングアップですので、本当に合格まで考えた時にはですね、のんびりと FS テキストをやってる暇はないというところで、昨年からね、欧州館の入試はもうほとんど終わってると思うんですけれども、特にこれから6年生でね、スタートした子、学年関係なしなんですけれどもね、3、4年生でも FS テキストをやってる子もいますし、6年生でこれから夏ぐらいになってね、入ってくる子も、ここから絶対スタートするわけですから、この FS テキストをですね、速習でやってほしいかなと思います。1年かけてね、やるのがね、標準的というふうに思われている部分はあるのかもしれませんが、欧州館ノアではですね、標準的な子で2ヶ月ぐらいで1冊終わっていただくというようなペースを組んでいます。自分で決めたね、ペースでですね、大体みんな進みますので、1年かかると思えば1年かかってしまいますし、2ヶ月ぐらいで終わると思えば2ヶ月ぐらいでね、終わるものなので、FS テキストをですね、大体4ヶ月ぐらいですね、このぐらいで仕上げてほしいかなと思います。また前期テキスト、後期テキスト、これがあるんですけれども、前期の方はですね、地方の学校の問題、後期の方はですね、東京、埼玉、千葉、神奈川、京都あたりの比較的ね、47都道府県の中でも難しめの学校の問題が収録されています。で、またこの前期テキスト、後期テキストはですね、模試センターからね、出てるテキストなんですけれども、これ模擬試験というかね、過去問の問題ですので、ちょっとね、FS テキストよりはレベルが高めですけれども、FS テキストは部分的な練習なんですね。前期テキスト、後期テキストは本番の問題ですので、過去問の問題ですので、総合力が問われてきます。で、大体前期テキストはね、優しめなので1ヶ月ぐらい、後期テキストはですね、2ヶ月ぐらいですかね、でやっていただければなと思います。ですので、このね、6冊 FS 前期後期、これがね、一応基本テキストとなっているんですけれども、これをですね、6ヶ月から8ヶ月ぐらいで、終わるようなスケジュールで、欧州館ノアでやっていますので、このぐらいのペースでやっていただくのがね、一応合格候補者というかね、合格ラインに乗ってくるためにはこのぐらいのペースでやってほしいかなと思います。で、またですね、終わった後に今11年分過去問がありますので、欧州館ノア通信教室のサイトの方でもですね、もう更新されてですね、つい先日の2月3日の過去問も収録されたバージョンでですね、11年分出ていますので、そこら辺のところもしっかり学習に役立ててください。過去問完全解説っていうのはね、やっぱり一番欧州館合格してるために必要なことじゃないかなと思いますので、しっかりやっていきましょう。またですね、こんな形でね、出しているんですけれども、欧州館のね、欧州館の鍛えるの中でやってるこの計算問題特訓、これをですね、昨年からやっているんですけれども、足し算、引き算、掛け算、割り算、
まあ、これをですね、やってください。単純な足し引き掛け割りなんですね。まあ、私立受験生みたいなですね、まあ、こんな感じ、私立受験生みたいなですね、計算は特別ね、欧州間受験生は本来はあまり必要なくてですね、単純に足し算引き算掛け算割り算が早ければいいと、早く正確にというところなんですけど、まあそろばんやってる子はね、まあ有利かなと思うんですけれども、付け焼き場的にね、単にそろばんやってればね OK とかっていうことでもまたなくて、しっかりこの足し引き掛け割りが早く正確にできるかどうかというところをね、これ毎日日々の特訓訓練ですので、やるようにしてください。塾生諸君にはですね、計算問題特訓のですね表が渡されていると思うんですけども、やった場合は丸、やれなかったら×、これ足し算引き算掛け算割り算4つあるんですけどね、やれなかった日に×を書くっていうのがまたすごく重要で、まあ反省してですね、次の日は丸になるようにしていってほしいと。やったら丸、やれなかったら×っていうことをね、繰り返ししっかり毎日書いていってもらえるとね、×じゃなくて丸にしたいという気持ちにやっぱりみんななってきますので、この計算問題特訓、これをね、やるようにしてください。単純なこの計算なんですけれども、これが一番欧州間必勝には重要なポイントかなと思います。この辺のところ毎日のね勉強のサイクルですね、また学校が始まると皆さんお忙しくなるでしょうからね、しっかりと勉強のペースを作って、この春の時期だからこそ、他の人がねまだ時間があるなと思っているこの時期だからこそ勉強するべきだと思います。まあよくね僕が例えに出すウサギとカメの話があるんですけれども、カメみたいなね、努力をねウサギぐらいの、ね、実力の人がやったら最高に勝てるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん自身もですね、今ね仮に実力がカメだとしてもですね、努力して勉強していけばウサギぐらいの力になります。でその時にですね、まあ、亀さんみたいにですね、努力をし続けてくれればね、欧州間受験は確かに甘くないところありますので、そこのところですね、亀みたいな実力でウサギみたいな努力をしてくれればですね、欧州間突破していけるんじゃないかなと思いますので、皆さんその精神でね頑張っていきましょう。じゃあ皆さん今週1週間これからもね頑張っていきましょうね。じゃあ皆さん欧州間目指して頑張りましょう。